一言お祈りいたします。天の父様、これから神様の御言葉を取り継がせていただきます。どうぞこの御言葉を通して私たち一人一人にあなたの恵みをもう一度与えてください。この御言葉を私たちに心を開いて受け取ることができますように、お一人お一人の霊の目を開き、主ご自身をはっきりと見ることができますように、また霊の耳を開いてください。神様の御言葉は真理であるとはっきりと受け取ることができますように、どうぞ聖霊様がそのところところにあって、どうぞお一人お一人を憐れんでください。またこのしもべを憐れんでください。このしもべを十字架の陰に隠してくださって、ご自身の栄光だけを表してくださいますようにお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。今新型コロナウイルスの感染も世界中に広がっておりますね。パンデミックというふうに宣言されました。そしても依然として先が見えない状況で、多くの人が本当に不安の中にあります。このような中にはあるんですけれども、イエス・キリストの恵みを知っている人、すべてを治めておられる父なる神様を知っているその人は本当に幸いだなと思わされます。なぜなら神様は私たちを愛しておられます。そして私たちに耐えられないような試練を与えるお方ではない。だから私たちはその父なる神様を知っているなら、このような困難の中にあっても大丈夫だ、私たちは必ず耐えることができる、神様はそのような、無慈悲なお方ではないんだということをはっきりと確信して、このしばらくの時を忍耐することができるからですね。ですから神様を知っていること、イエス・キリストを知っていることは私たちにとって非常に大きなプラスになります。この真理を知っていたら、今苦しい時も私たちにとってこれはやがて大きなプラスに変わるんだ、つまり希望を持つことができるわけです。今日は苦しみの先にある希望というテーマです。苦しみの先にある希望というテーマで、先ほどお読みしました聖書を通して教えられている神様のご愛、そして変わらない希望を覚えていきたいと願っております。ではもう一度聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙5章1節から5節です。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ここまでですね。この手紙を書いたパウロなんですけども、正しい行いをすれば神の国に入ることができる、そのように教えられました。そして自分も神の国に入るために一生懸命聖書に書かれている戒めを守ろうと努力したんですね。ですが良いことをしようとしてもかえって自分ではしたくない、やりたくない悪いことをしてしまう、そんな自分の悪い性質に気がついて、もうどうすることもできなくなってしまいました。そのような、悪い性質、それを聖書は罪だというんですよね。その罪に気づいてパウロはもうどうすることもできない、
こんな私をどうやって救うことはできるんだろうか、そのように考えていました。その中でイエス様が人間の持っている罪をすべて背負って身代わりになって十字架につけられて死んでくださったということを知りました。イエス様が十字架につけられた、その事実はパウロも以前から知っていました。その時を知っていたんですが、その時はまだこの極悪人目というふうに見ていたわけですね。しかし復活のイエス様に出会い、イエス様が自分のどうすることもできなかったこの罪を背負って、私が受けなければならない罪の罰をイエス様が代わりに受けてくださったのだということを知ったわけです。そしてイエス様が墓に葬られ、そしてよみがえられたということを知りました。その復活のイエス様にパウロはお出会いしたわけです。それによってパウロの考え方は180度変わった。心を全く入れ替えて、イエス様こそ私の救い主である、私にはできないけれどもイエス様がしてくださった、イエス様なら私を救ってくださる、そのように信仰を持つことができたわけです。この信仰によってパウロは罪から解放されました。そして神様との平和を持つことができました。もはや神様から罰を与えられることなく、神の国に入ることができる、永遠の命を持っていつまでも平安に生きることができるという約束をいただいたわけです。そのようにしてパウロはイエス様を信じる信仰によって全く新しい人生に変えられました。そしてパウロはこのイエス・キリストを崇めながら神様の栄光を待ち望んで大いに喜ぶ人生に変えられていったんですが、パウロの人生はそれで平安というわけではなかったです。いつも平和だったというわけではありません。パウロはイエス様に救われた、この喜びを全ての人に知ってほしかった。同じユダヤ人の仲間たち、神の国に入ることができるだろうか不安に思って、そして一生懸命立法を守ろうとした、聖書の戒めを守ろうとして、できないできないを繰り返して自分はダメだと思っていた同胞のユダヤ人たちに、大丈夫だよ、あの十字架にかけられたイエス・キリスト、イエス様を信じれば私たちは救われる、神の国に入ることはできる、神様からの罰はないんだよ、地獄に行くことはないんだよということを伝えようとしたけれども、人々から拒否されてしまいました。そんなことあるものか、お前が言っていることはデタラメだ、誰も信じてくれない、多くの人々から拒否され、時には捕らえられ、殺されそうになったこともありました。それでもパウロはそのような困難にあっても喜んでいました。先ほどもありました、聖書にありますね、そればかりではなく困難さえも喜んでいます、そのように言っています。パウロは本当に多くの困難に直面したんですが、その中でも喜んでいました。なぜならパウロの身に降りかかった困難は忍耐を生み出したからです。そして忍耐する力を身につけると、自分自身の品性が狙い、その品性が希望を生み出していきました。そして希望は失望に終わることはない、そのように確信することができました。それは信仰によって与えられた聖霊によって永遠に変わることはない神様の愛がパウロのうちに注がれている、そのことをパウロは体験したからです。日本人の多くは信仰について真剣に考えることはないかもしれません。自分は何を信じているんだろうか、
何を第一にしているんだろうか、自分の人生の基礎は一体何だろうかということを考えないかもしれないですね。残念ながら学校では宗教教育はされません。もちろんテレビでも宗教について考える番組って本当にごくわずかです。ですから神様を信仰することがどれほど大切なことであるのか、自分の人生を揺るぎないもの、喜びに満ちたもの、希望に満ちたものをしてくれるのかということを多くの人は知りません。神様を知っているなら、神様に信頼するなら、自分は何をすればよいのかということがはっきりと分かるけれども、神様を知らないために毎日毎日自分の気分によってやることが変わってしまう。今日はこのことが正しいって言っていたのに、次の日にはこれはもう間違っている。簡単に自分の生活の基盤をあっちに変え、こっちに変え、右に左にうろ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 することになってしまうわけです。神様はいつまでも変わることのないお方。常に正しいこと、良いことを与えてくださるお方。ですから、この神様により頼んでいくとき、私たちはしっかりとした基準を持って、前に向かって歩くことができるわけです。パウロは、自分の人生に起こったこの大きな変化、今までは自分もどこに向かっているのかわからなかった。そんな自分がまっすぐ前を向いて、神の国に入る。それはどういうことなのか。自分は何のために生まれ、何をして生きるべきなのかということをイエス・キリストを信じる信仰によって与えられた。この変化を手紙に書いて多くの人々に伝えたんですね。そして今自分と同じようにイエス・キリストを信じた人たちに、たとえ困難に遭遇しても、その困難が忍耐を与え、その忍耐によって人格的に成長し、その中で神様が最善の道を備えてくださる、その希望を持つことができるようになるぞ、このように教えています。今日この礼拝の中でも、すでにイエス様を信じて信仰によって神様との平和を訴えている方もあります。その方は困難に直面しているこの世の中ではありますけれども、この困難を通して忍耐することを思い起こしましょう。イエス様が十字架の苦しみを耐え忍んだ、そのイエス様の姿を思い起こして忍耐をしていく。私たちも今一度イエス様を見上げて、しばらくの間不便なことも多いと思いますけれども、忍耐してまいりましょう。その忍耐によって私たちは人間としてさらに成長していきます。そして神様のご愛をさらに深く知って、希望を持つことができるようになります。私たちの主であるイエス・キリストは、私たちが困難に直面して苦しんでいるとき、黙って高みの見物をするようなお方ではありません。座って、お苦しんでいるなって言って私たちをただ見てらっしゃるお方ではありません。私たちが苦しんでいるなら、立ち上がって私たちを励ましてくださるお方です。もしも私たちが自分の足で歩くことはできないほどに弱り果ててしまったら、イエス様は私たちを背負って歩いてくださるお方です。いつも一緒にいてくださるお方、決して私たちを見捨てないお方です。そのお方が今私たちと共にいてくださいます。その誠の神様の愛がいつも変わることなく注がれています。ですから心配することはありません。今この世の中本当に大変です。先は全く見えません。ですが心配する必要はありません。いつもイエス様が共にいてくださって、一歩一歩歩ませてくださいます。また今日のこの礼拝、こ
稿して YouTube で配信しておりますけれども、これをご覧になっていらっしゃる方の中でまだイエス・キリストがどういうお方なのかわからない、そういう方、またイエス・キリストを信じられないという方がおられるのでしたら、この大変な時、この時を通して神様があなたにも変わることはない喜びと希望を与えよう、そのために今導いてくださっているんだということをどうぞ覚えてください。本当に不思議なことです。こんな困難の中でイエス・キリストがあなたに語りかけてくださるということはどれほど不思議なことか。今まで全く興味もなかったかもしれないけれども、イエス様はこの世の始まる前から皆さんのことを知っておられ、そして今あなたを招いておられるわけです。どうぞこの恵みを覚えてイエス様のことを一度ここにお迎えしていただきたいと思います。五節をもう一度読みいたします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。皆さんは天のお父様である神様に愛されています。天のお父様は愛する子供である皆さんを見放すお方ではありません。いつも変わらず、また苦しい時にはなおさら愛を注いでくださって私たちを励ましてくださいます。どうぞ神様が最善の解決、最善の脱出の道を備えてくださることを信じ、希望を持ち続けてまいりましょう。お祈りいたします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。天のお父様、あなたの皆をあがめます。パウロはイエス・キリストを知ることによって人生が全く新しく変えられました。自分が何をすべきなのか、何をして生きるべきなのかということを知り、大いに喜びました。そして神様を仰ぎ望み、いつも喜んで歩むことができました。それは困難に直面した時も変わることはありませんでした。苦しい時でも忍耐を育てられ、また品性を得られ、そして希望を生み出すことができました。その恵みを今私たちにも分かち合ってくれていることをありがとうございます。聖霊様が今お一人お一人にこの御言葉を与えてくださって、私たちもこの困難の中にあってパウロと同じように希望を持ち続けることができますように、イエス・キリストにより頼んでいくことができますように、どうぞお一人お一人にあなたのご愛を豊かに豊かに注いでください。そしてあなたの平安のうちにこの一週間も歩むことができますように帰り見てください。今日の御言葉の恵みを感謝し、尊いイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ではしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。